こんにちは。声がおかしい。今日はですね、シーザルハングルの、ヘリオスからのテレビというのを今日と次の回、2回にぐらいで、その概略を述べようと思っているんですけども、それはですね、これの前のシリーズである程度やったので、それをある程度利用しながら、ちょっとこんな風に付け加えてっていうふうに考えています。全部でこのシリーズも15回やるわけですけど、3分の1ぐらいは前回の内容的に被る部分があります。ただそのもう少しさらっとイントロもそうでしたし、1回目の講義もそうだったんですけど、ただ少しさらっと流す分、省略したりちょっと切ったり付け加えたりっていうふうなことは考えております。あとの10回以上、11回か12回はちょっとオリジナルの内容、解析半分やって、セクトリアルオペレーターをやって、それを具体的に応用するような非線形偏微分方程式の例なんかもちょっと計算してみて、っていうね、解の存在という実性や適切性みたいなものを言うっていうようなこともやってみようと思っています。なのでかぶるの3回か4回ぐらいだと思います、ね、これはだからそのシーゼルハングル、やっぱりシーゼルハングルやっておきたいので、セクトリアルオペレーターだけとかね、解析ハングルだけじゃなくてシーゼルハングルやっておきたいと思いますね。綺麗をしてあってとても綺麗な、あと前回のシリーズと今回のシリーズは調子がかぶらないと思うので、本当はある程度利用してもいいのかもしれないですけど、一応オリジナルに付け加える部分とかはなるべく入れていこうと思っています。あと12回ぐらいは前回やらなかった内容、その、ね、解析半分を使う例とか非線形半分、ね、単調作用とかそういうのは全然やったことがない。去年もこの講義ではやったんですけど、それはビデオが残ってないので使うことができませんから、ただ同じ講義じゃなくてもうちょっとこう噛み砕いた部分とかね作ってるんですけど、あとちょっと場合によってはリシャーダーのセオリーやって、フレードホルムオペレーター、インデックスの話とかもできたらしてもいいのかもしれないですけど、年明けちょっとぐらいかけてどのぐらいできるか、やれるだけやってみると思います。とりあえず今回と次回はこんな感じでやります。
最初の関数、そういったものを定義してきたわけです。それで、ですね、その時にもお話ししましたが、誘拐作用素であったとしても、一般に最初の関数を考える時にはテーラー展開だけで足りないんですよね。その話は何回目か、10回目か11回目か12回目に少ししたはずです。収束半径の問題があるのでね。それで最初の関数として考えたいような特異点みたいなものが収束半径内に一斉に含まれてないと関数としてうまく定義されてないようになります。そこを工夫して、定義したのがダンボール先生なんですけれども、そういう話をしてきました。それで筋だけですけど、今度この講義であらすじだけなんですけれども、こういうのも自分でできる人はいいんですけどね、3年4年ずっとやってると木を見て森を水的になったり、森だけ見て木を水になったり、両方見る必要があるんですよね。理系の学問は一般に木も森も見ないとダメです。文系がそうでないって言ってるわけじゃなくて、文系の学問はよく知らないです、今のところで。だからあんまり何も言わないだけで、少なくとも理系、特に数学、数理科学に関するような問題、学問というのは、木も森も両方見ないとダメなんですね。でないと、学問の手を出しません。で、自分でできる人はいいけれども、できない人もいることを流れの経験で学んだので、ちょっとこういうあらすじだけをやりながら、証明の概略を述べるというような講義をしてみました。
非常に大事な性質ですね。方程式論で応用してみれば分かるんですけども、これぐらいの理想がちょうどいいです。
セミグループプロパティですね。でまあ、身分方程式の初期値問題、特に線形身分方程式論における初期値問題をへの応用を強く意識している場合は、これの条件は必ず、ですね、初期値についてちゃんと所属せるかと思って、それがいるんですけども、もう少し抽象的な議論をする人たちの中には、この2の1だけを足したら何が起きるかということを調べて。たちもいますね。まあ、それはまあまあ考えます。これぐらいはちょっとやめましょう。で、もう一個はですね、従来からは、当然。結果は同じだよっていう事例系と対応しているような状況ですね。で、この t がですね、実は、2なんて定義されていて、で、ズームを出しながら、まあ、最後その半分の意味で群を成すから、こうなります。要するに、出発時刻によらないので、逆を取るというのとマイナス t までと同じことになります、ね。作用と素としての逆変換が、時間を逆向きにマイナス t に解くというのと同じ意味になります。無限小のプロパゲーターを有限時間本当に解くとこの形に
になるっていうのはいろんな場合に起きていて、まあ、だからでも指数関数考えてるっていうか、そのこういう形で考えてるものについては、あの誘拐されそうだったら指数関数が有効なんですけど、何回か前にやったように、そのそもそも誘拐宣言されそうでも、あの指数関数以外の関数を考えるためにはもう少し凝ったダウンロードセットみたいなものが必要になるという話は、2,3 回前にしましたね。あのいろいろ覚えておいてください。いろんなことが数学的には絡まってくるんです。研究、その専門家同士の研究発表とかむしろその方がいいかもしれない。
講義ってやっぱりこういうのがいいんじゃないかと僕は思っています。ただその証明できないのでどっちがいいとかね、もう思い込みかもしれない。まあ、一条になったりもするんですけど、それはそれでいいでしょう。もうね、13回目と14回目の間の録画、ちょっと時間空いててね、長袖になってますね。13回目まではまだ T シャツ着てやってましたね。暑かったね。もう結構、まあ、昼間はまだ暖かいけど、夜は結構寒くなってきましたね。季節、早く巡ります。バグをつけない流儀でやってきてくれた。
14回目の15回目の番号をつけた方がいいこともあるんですよね。そのちょっと練習問題の PDF を書いてるんだけど、その講義の最中にこの定理のここを証明しろって書いてあると、もう一度 PDF に直すときは定理の番号があった方が便利だったなってやっぱりちょっと後悔したりしてるんですけど、まあまあ何とかします。やっていくといろいろと問題がね、発覚して、最初の分としましょう。誘拐選挙制度の話をしかしてないですね。
お願いします。はい、もしくは、オメガ。まあ、オメガが誘拐の場合は、教会でゼロで。はい。そうすると、これは、バランス部分ですね。B は1以上で無限大にはならないようなパラメータとします。で、U を LP、ゼロインフィニティ。まあ、ゼロインフィニティ上で定義された加速関数で、P、絶対値の P 乗が、ちゃんと値を持つような関数、全体の証ですね。
気がしなかったんですけど、やっと治ったんですか。あまりね、最近しても花粉症でくしゃみが出て、周りの人が怖い顔したりするので、検査したりしたんですけど、まあ、陰性でした。なんかコロナの PCR 検査、数回受けたんですけど、いろいろあって、全部陰性でしたね。かかったことありません。まあ、いろいろあるんですけど、とりあえず検査した限りかかった、陽性だったことがありませんでした。その上もうワクチン2回打ちましたので、抗体検査もできてたから、抗体検査は陽性になったやつですね。うん、まあ、どっちにしても PCR 検査陰性しか出ない。が縮小になるんだけど、くらいにして問題がない。これもレポートに書いてくれてもいいです。で、熱音ですか。
大したプレゼント。DT は何でもシーズンガンじゃないと思うかもしれないけど、半分ガンだけど、半分っていうのは2の1を満たすんだけど、シーズン半分にはならないで、やっぱり1を別の定式の基本外とします。
られるところです。その関数と左右と思ったときに、これは、誘拐線形左右となります。
の集合とします。で、で A を B から見ますと、アイディアがいるっていう定義とかはあるんですけど、これはまあ頑張れると思いますね。
ヒントとしては格子列の有限まで打ち切ったやつは格子列になるということで、だからまあ普通のデラックスの条例と同じです。有限だよ。ここ有限の例えば N で。先生
で、もしこれ性制限があれば、かつですね、目のドメインに対して、はユニットプラスゼロのにおいて、X について共有。こういう理論がうまくいってればこうでないといけないってことです。多分誰かやってるでしょう。で、レゾルベントやスペクトルについての定理は一応証明していこうかな。大事だ。
オレーターハンドルにします。収束条件大事ですよ。あのオペレーターのワンパラメータ、あのオペレーターのワンパラメータハンドルなんですが、収束条件大事なんで、シーザーハンドル、まあ、半分とかやったらシーザーハンドルいきます。15回目では
全部するっていうあれだから本当はね、全部書を用意したんですけどね、何回かずっとやったんだけど、どうしてもあと、まあ、これ入れてあと1回半ぐらいで、もうほとんど1回ってとこなんですけど、で、切り押したまで終わらないので、ちょっと飛ばしました。これはでもお願いしましょう。きれいよ、時間定理まで終わりたい、15回でね。大学院の別の話をしたいので、ね、レゾルベントの
で、で、絵はクローズですからね。こういう計算になってくるとだんだん無口になりますね。まあ、出すから結局ずっと X ですね。ずっと X ってことだけど、
で、リアルパートラムダとRラムダって違う。Rラムダはこれだ。ちょっとですね。ゼロになっちゃうので、これはゼロじゃないから、これで離れてますからね。狙いが離れてない。離れてるから、ここはずっと線なんで、これがゼロに行くためには、こっちがゼロじゃない。で、ずっとゼロだから、結局ゼロ。これは問題ですね。この辺は議論は全然理想的で違うけど、なんていうかな、微分積分的っていうか理想的っていうか違うけど、ゼロしかなければ逆が存在してるっていうのは一緒です。このようなラムダはレゾルベントセットに入っていて、 A マイナスラムダのインバースは以上で終わりですね。